絶対悪く帰ってくるよ。行こう、行くぞ。クロス入って、久保右足、意識して後ろまで、青から少し意識して。今週に入ってね、しっかりと準備してくれて、全員がね、スタジアムに向かってね、しっかりやってくれたと思ってます。まあ、監督になって2ヶ月ね、やっぱりこの誰をスタートで使うとかね、誰をベンチに入れるとかね、すごい悩む。で、日に日にね、その悩みっていうのが増してきて、やっぱりみんながそれなりのレベルにみんななってきたし、誰が出てもおかしくない状態で、そういうね、チームとしてね、いい方向に向かってきてる。今言われてメンバー入る選手は、そういうのをしっかり思って藤枝にしっかりとピッチを示してほしい。で、示すだけじゃなくて、やっぱり結果でしっかりと、やってほしい。で、あともう一つ、まあみんな分かってるようにね、シモンがね、8ヶ月、やっぱりあいつが復帰するときにしっかりとうちらは J2 に行って、もう一回 J2 の舞台で戦わせてあげないといけないと。そういうのをしっかり背負ってやっていきましょう。みんなチームワークとか一体感とか言うけど、まあ、今週のテーマ、マンパワー、これ本当大事で、一人一人が 100% 自分の力を出し切れば、それがおのずと一体感生まれたりとか、共鳴し合ってチームワークが生まれると思うので、それを意識して今日スタメン出るやつ、そしてゲームチェンジャー出るやつ、絶対、藤枝に叩き続けるようにやっていこう。そして先週シモンが怪我した、俺も同じ怪我したことあるからすごい気持ちわかるし、8ヶ月間何もできないってすごいなんか悔しいっていうよりも超えて、結構本当無気力になったりもするんだけど、まあ本当に今ここでサッカーできる喜びっていうのは、まあ俺らにしか味わえないし、まあ、ここであいつを励ますのも俺らの勝ちしかないと思うし、一人一人のこの魂込めたプレーがあいつを勇気づけると思うから、本当に暑いとか言ってらんないし、きついとかも言ってらんないと思う。本当ここでピッチに立つ以上、責任持って一人一人がやっていこう。で、今日しっかり勝って見て帰ろう。じゃあ行こう。それでは時間となりました。この試合ゴールキーパー北田海一選手、内山今みんながね話してたことをね、個人チームでやるべきことを怠らない、そういうところ全部怠らない、入りからしっかりやること、その中でしっかりとゲームを作ってマンパワーだよ。言ってたよみんな、今日今週テーママンパワー、特にアタッカー陣しっかり出すこと、チャンスあるよ、しっかり冷静にゴールに決めきる。で、全て
やりきる、走りきる。で、今日の一番のテーマはやりたい。藤枝に対して、これはもううちらの一度プライドや。やられっぱなし、こんなんじゃねえよな。行くぞ、絶対勝つぞ。OK、最高。まあ、俺はこの今喋るときにみんなの顔を見るのが好きで、まあ、それは普段こう緩い顔の選手だったりがもう本当戦場に立つそういう顔してる。今日は本当そういったエネルギー絶対必要だし、まあ、そういったところで、まあ、勝らないと勝てない。タフなゲームになるけど、そういう時こそ周りの仲間の顔を見てしっかりつながろう。で、一体感ってやっぱ自分たちのチームって思うことでやっぱ生まれてくることだと思う。まあ、タファーもタツも今入ってきたばっかだけど、だけどもうお前らのチームで、俺らのチームで、だからそれで自分が勝たせる。負けないよ、絶対絶対笑って帰ってくるよ。行こう、行くぞ。山本、右足落ち合いだ、来たが、うん、セイダー上がりを待った長澤、梅田呼ぶ、梅田だ、山原がブロック、梅田、あ、これチャンスですね。ここで黒川一つかわす、左足伊藤です、中央来る、おーの北村、ここで梅田キープする、黒川泉来た、ナイスボール落ち合いだ。それで泣いてきたんじゃないの、先週もワンプレーの守備で攻撃は何回は外しいいの、そんな決まりないよ、何回失ってもいいの、そんな決まりないよ、守備頑張ってるよ、圧かけてよ、かかってるよ、だから秘密してんじゃん、いい取り方してんじゃん、それだけじゃ勝てねえんだよ、ゴール決めないと勝てないんだよ、惜しいじゃダメなんだよ、その思い感じてやってるか、血だけじゃないよ本当に、でも取り返せるよ、ここだけ変えれば後半絶対もう失点しない、入りのとこからしっかりと全員にまとまって守備していい攻撃する、 OK、 最高、最高、行くぞ行くぞ、もう一回入れ、もう一回入れ、行くぞ行くぞ、本当に1点取ったら状況全然変わるからね、本当こういう試合でひっくり返せるかどうかが、まあ、自分たちの強さ試されてると思うから、マジで絶対返そう、絶対勝とうよ、勝ってここに戻ってくるよ、それ以外もうないからね、全員出して力出し切って、もう最後立てないぐらい出し切ろう、行くぞ、行こう、押し上げます、新井のクロスに長澤飛び込んできた、うわー、ナイスキー、奪った山田、久保です、
山本、右足打った、やっぱりね、本当打ててますからね。そうですよね。久保、折り返した、草野、かわす、草野左足、ボールを回します、クロス入って、なんか久保もいます、久保右足、92分1点取りました水戸。そして中川、誰も助けてくれ、この現状下向いてんの、誰か助けてくれるか、まあ、ここにいるメンバー、残ってるメンバー、うちらみんなでやっていかないといけない、逃げちゃダメだよ、やり続けるしかないんだよ、いつも言ってるね、相手待ってくれない、相手うちの現状関係ない、ここでもう諦めて白旗振ったらもう終わりだよ、うちら上向いて自分たち毎日からなんか自分たちしっかりやんなきゃいけないんだよ、もうしょうがねえよ、もうこういう現状なんだから、しっかり受け止めて一戦一戦全員でやっていくしかない、歯を食いしばって、ね、この現実から逃げないようにしっかりとみんなでやっていきましょう、では終わろう、まあ、今日自分のクロス対応まず1失点、PK1 失点、最後クロス上げられるところも、まあ、今週、まあ、みんなで意識した股を通されないというところで、まあ、自分が股を通されて、まあ、失点してしまった、まあ、俺もこの3失点関わって逃げるつもりはないし、まあ、来週の練習からもう一回この責任を負って、まあ、しっかり戦っていくから、そこに対して、まあ、みんなも厳しい声かけてほしいし、もっと追求してほしい、まあ、守備のところで言えば絶対そうだし、攻撃のところも何本もチャンスあった、だけど 1点しか取れてなくて、そこもみんなでもっと追求していこう、そうしないと本当に、まあ、拓郎さんも言ってたけど、まあ、残り5節とかになってからじゃ遅いから、まあ、もう今のうちに本当もう一回全員歯を食いしばって、もう厳しいこと言って、もう強い集団にしていくしかないから、もう一回、まあ、今日もう起きてしまったこと取り戻せないから、来週のトレーニングからもう一回みんなで厳しい声かけて強いチームになろう。お疲れ様です。